格闘技しかやってこなかったので、そういうことで言うと僕の人生です。僕を育ててくれた団体と思っていて、ジムキックを背負って戦いたいと思います。名前も顔も試合も全然見たことない、名前の知れてない選手負けるわけにはいかないんで、絶対倒して勝ちたいと思います。自分の武器は打たれ強さだと思っているので、その打たれ強さを生かしてどんどん前に出ていって激しく戦えるところだと思います。僕は絶対下がらずにどんどん前に出ていくので、その気持ちの強さを注目して見てください。皆さんは雄也選手の方が強くて、絶対雄也選手の方が勝つんじゃないかと思っていると思うんですけど、僕は自分が絶対勝つと思っているので、雄也選手絶対倒しちゃうと思います。雄也選手が距離を取って戦う選手だと思うんで、僕がその距離を詰めれるかがこの試合の鍵になるんじゃないかなと思います。練習で倒すイメージできているので、3ラウンド以内に絶対倒します。絶対倒すので目を離さんと見ていてください。熱い試合して雄也選手ぶっ倒せて、皆さん見ていてください。Oh!